はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。もう今日のネタはタイトル通りね、僕が前につけたあの USB の、この充電設備ね、これがもうほぼ全滅、壊滅状態になっているということで、それをちょっとご紹介をしたいと思います。もう今の状態をとりあえず言いますと、これ見えますかね？ちょっとコーキング剤をここ塗ってますね。これね、実は浸水したんですよ。ここのね、蓋もね、意外とね、小雨くらいだったら大丈夫だったんですけど、大雨かぶった時にね、やっぱり内部まで浸水してましたね。これね、で、あとこっち、これもね、電源ボタンのところ、この隙間のところにコーキング、このスイッチ自体もね、この間のところ全部コーキングしても固めてます。オンの状態で。ね。だからオンオフできないようになっちゃってます。で、これはね、ちょっと斜め向けてるせいか、意外とあんまり水入ってませんでした。だからこれはもしかしたら使えるかもしれないんですけど、意外とね、こいつ、これね、あれなんですよ。中ね、全くボルトとかが取れないかな。ボルトとかがないんですよね。だからもう完全に、なんていうか、メーカーの方で、なんていうかな、ばらせないように作ってるんですよね。だから、コーキングのこれ以上施しようがない。多分水入ってもここからだと思うんですけど、なんていうかな、まあ、もしかしたら使えるかもしれないんですけどね。今の状態では、とりあえずは、完全にね、こうやってもう天気がいい日にこの蓋開けて乾かしたんで、今ちゃんとこうライト見えるかな、オンオフで赤いランプがつきますけど、これがね、もうね、なんていうかな、大雨でツーリング行った時にもうここのランプがなんていうかな、ついたままの状態っていうかね、なんか電源ボタン押しても全く反応しない状態になってしまって、最悪だったんですよ。でもやっぱりね、ダメだなと思いました。ちなみにね、映像はちょっとだけ撮ってます、 iPhone でね、それちょっと見てもらうとこんな感じ。ちょっと気になってるのがね、こいつね、ここランプついてるの分かります？ボタン何も押してないんですけどね、やっぱりこれ中華製の USB のやつはダメかも分かんないですね。もしやったらもうデイトナ製のやつまた買い替えようかな。ちょっとでも出力が大きい方がいいなと思ってね、これ買ったんですけど、一応スペック的にはね、PD 対応のやつなんで、うわぁ、なんかさらにだんだん強くなってる感じがするな。はい、どうでしょう。多分ね、まあ分かりにくいかもしれないですけど、もうなんかもわもわとこうついててね、ボタン押しても何も反応しないんですよね。っていうことで、もう今回ね、まあ、2種類この前ご紹介して、本当に買われた方もいるかもわかんないんですけど、スペック的にはね、この付けた2種類っていうのは、まあ、お値段も安いんですけど、PD 対応してたりとか、クイックチャージの 3.0 かな、とか対応してたりとか、どっちの方の機種もすごくね、スペック的には良かったんですけど、でその他にもそういうのの対応してる機種を探したんですけど、なかなかね、やっぱりお値段高かったりとか、いい使い勝手の良さそうなものがなかったんで、これを買ったんですけど、やっぱりダメですね、安いやつはね。で今ね、前つけてた、これも前ちょっとご紹介しましたけど、
前 GSX 乗ってた時につけてたデイトナのこのタイプのやつね。これはね、僕ね浸水したことがなかったんですよね。だからこいつをねもう一回買って付け直そうと思います。ちょっと中錆びてもないか、大丈夫か。だからこいつはねやっぱ優秀なんだなと思いました。はい、だからこいつにもう一個買おうと思ってます。これはねもうここへ つけますから。で場所的にもね、でもね風防があってちゃんとね雨もかかりにくいところにはあると思うんですけどね。やっぱりあの安い USB の充電器っていうのはちょっとあのなんていうかな、防水性に問題があると。 あとね、一応ねあの Amazon のコメント欄にも書き込みはしましたけど、特にこっちかな、この PD 対応のこの商品ね、この商品なんか防水って書いてるんですけど、メーカーの方に、結局浸水しましたっていうことで、そのなんていうかな、動画写真とか動画送ったかな、送ったんですけど、回答がね、これはあの防水仕様ではないと、まあ、なんか日常なんかそのなんていうかな防滴仕様くらいのレベルですみたいな回答が来てね、いやいやそれバイク用じゃないじゃないっていうね、一応説明にも防水って書いてんのに結局、メーカーからの、回答は防水ではないという回答だったんで、ちなみにねこの2機種とも同じメーカーさんなんですよね、なんですけどもうやっぱりちょっとねダメだなと思いました。はい、ということでもう一回ねご紹介してしまって買われた方もいるかもしれないんで本当に申し訳ないんですけど、僕的にはもう人柱になったような感じでもうダメということの、今回、ご紹介ということになります。はい、まあもうダメだったらダメだったんでね、またこうやってちょっとご報告はしようとは思うんで、まあ紹介したものでももしねすぐに買わないでちょっと様子を見たいという方は、まあもし僕が失敗人柱になって失敗してるやつはまたあの動画上げますからね、それ待ってから買われてもいいかなと思いますけど、まあでも調子がいい時は調子がいいってそうしたら動画で上げとかないとね、いつ買えばいいねんっていう話になっちゃうんで、まあ、どうかなと思うんですけどね。はい、ということで今回は失敗したということの内容の動画でした。まあまたねぼちぼちいろんな内容をやっていきますんで、またよろしくお願いします。ではでは、さよなら。